中年オタッキーです。ツイッターではね、いろいろ言ってますけども、昨日寝てないですし、その前も満足に寝てないですし、その前も満足に寝ていませんちょっとね、ランナーズハイみたいな状態になってるんでね、今のうちに動画作ろうかなと思って、動画を作っていこうと思ってます。以前の動画でね、このカメラで17年落ちの、フィルム、期限切れフィルムを、撮ってますっていう、やつやりましたけど、まあ、結果的にね、ダメでしたダメでしたって、映ってるから映ってるんですよ。絵は出てるんですけども、ベースのフィルムがね、もう真っ黒系でね、光通さないような状況になってて、私が持ってる2台のスキャナーでもスキャンできませんでしたし、富士フィルムのフロンティアかな、プロ用の、機械でも、スキャンできませんでした。で、まあ保存状態の差とかもあるんでしょうけど、まあ17年も前のフィルムはやっぱ使わない方がいいってことですね。はい、10年落ちぐらいに、押さえておきましょう10年落ちでも十分ね、10年落ち結構ね、味のある写真が撮れたりして、10年落ちぐらいのフィルムはね、面白かったりするらしいんですけどね。まあ僕も以前使いましたけど、ただやっぱ期限切れフィルムはね、仕上がってきたらものすごい反っちゃったりしてね、使いにくいことは使いにくいです。はい、で今日の動画ですけど、今日の動画はね、これね、まあちょっと前にやったガラクタカメラ、ジャンクカメラ大量購入の中の1台、ニコンのね、クールピクス5000、これ17年ぐらい前の、コンパクトデジタルカメラ、になります。今日の動画はこれでいってみます。それではスタートします。このカメラなんですけども、以前の動画でたまたま持ってた充電器でバッテリー充電ができましたっていうことを言いましたけど、どうやらね、2CR5 っていうね、カメラ用のリチウム電池でも動くみたいです。テストはしてないんですけど、で、ぶっちゃけた話、その使い勝手は良くないです。さすがね、やっぱ古いコンデジですので、レスポンスも悪いですし、この背面のね、液晶もちっちゃいですね。一応バリアングルなんですけど、ちっちゃいです。これ何型なんだ、 1. 何型とかそんなんじゃないかな。で、まあ、なんですけども、一応ね、搭載してる撮影モードが、絞り優先、シャッター優先、プログラム、マニュアル、そんな感じで、ね、ストロボ調光もできたりするし、なかなかマニアックなんですね。で、内蔵ソフトを最終バージョンまでバージョンアップすると、ロゴの撮影もできるんで、写真のね、加工をしたいっていう人もね、結構おすすめできます。で、17年前のコンパクトデジカメ、これ当時ね、定価で15万ぐらいしたら、オープンプライスだけど、まあ、定価設定で15万ぐらいしたカメラで、実勢価格13万円前後だったっていうね、カメラになる。17年前13万円した、カメラで、どんな写りをするか、ちょっとまずお昼の、写真から、撮ってまいりましょうか。お昼の方なんですけど、これ ISO100 だったかな、忘れちゃった最低感度で、撮影しております。で、見てもらったら分かるんですけど、全然問題ありません。古いデジカメだからって画質が悪いのかって全然悪くないんですね。でも当たり前だと思いますね。17年前って言ってもね、これ十数万したカメラなんですよ。十数万したカメラでね、画質が悪くて見れたもんじゃないとかね、いうカメラだとね、ちょっとお客さん怒ると思うんですよね。だから、
このぐらいの値段でね、そのもう17年前とはいえね、そのちゃんとしたレンズがついて、ちゃんとストロボついててね、あのちゃんと撮影モードがね、いろいろ多彩だというね、カメラで画質が悪いわけがないんですね。ちゃんと撮れます。で、これ CCD のセンサーを採用しておるんですね。で、 CCD センサーって言ったら、あの覚えてる方もいらっしゃる、僕の動画を見てください。ニコンの D100 も CCD センサーで、高感度にね強いっぽいんですね。発色もいいっぽいんですよ。で、このカメラはね、最高感度が ISO800 なんですけど、一応夜撮影してみました。で、夜撮った写真をちょっとご覧くださいませ。はい、どうでした？なんか以前からよく言う言葉で、カメラの進化って一体何なんでしょうね。もうこれ十分だ画質だと思うんです。まあ、シャッター速度はちょっと遅いです。さすがにね、800分の1なんで。だから最新のね、デジタルカメラって言ったらね、もう ISO 2万5000とか5万1000とかね、もうそういう数字になってきてるんでね、そういうカメラに比べたらもう全然っちゃ全然なんですけど、800のね感度で、ノイズもなく綺麗に、撮影できております。で、僕もこの間のね、そのライブでも言いましたけどね、もうカメラメーカーはね、綺麗な写真を追いかけるのはもうやめた方がいいと思います。なぜかって言ったら、現状で十分綺麗です。ちょっとずつぐらい進化させてもいいと思いますけど、傾注するのはもうやめた方がいいと思いますね。コストかかるんでね。このままじゃ本当にね、デジタルカメラ、携帯電話に負けてしまうんで、携帯電話にどうやったら勝てるか、というのを画質じゃない方向で考えなければならない時期に来てると思いますね。携帯電話のね、スマートフォンの画質はもうものすごい勢いでデジタルカメラに近づいてきています。で、できないこともできるようになってきてるんで、もう超えられた部分も多分あると思うんですけど、じゃあどうやって対抗するんだって言ったらね、カメラっていうね、機械を操る楽しみとか、写真を撮る楽しみっていうのをね、何かで具現化していかなければならないと思います。確かにね、このカメラ扱ってみてね、確かに綺麗な写真は撮れるんですけど、レスポンスが悪かったりね、確認しづらかったりね、不快な部分がたくさんあって、で、現状のカメラはその不快な部分はなくなってるんですけど、その簡略化しすぎたり簡単にしすぎたりして撮る楽しみっていうのはなくなっていってると思いますし、で、内蔵ソフトとかを開発してないんで、そのシェアするしやすさとか加工しやすさとかは、スマートフォンのカメラに爆発的に負けてるんですね。で、まあ、知ってる人は知ってると思いますけど、デジタルスチールカメラの出荷台数は10年前に比べて5分の1まで落ち込んでると。まあ、コンデジが売れなくなっていってるのが原因なんですけど、今後ね、このスマートフォンのカメラの性能向上でもう一眼、ミラーレス含む一眼のカメラも売り上げが落ちていっていくと思いますね。で、このカメラをね、触ったことをきっかけに、まあ、そのカメラ が抱えてる現状っていうのがなんとなく見えてくるような気がします。はい、今日の動画はそんな感じなんですけども、皆さんどう思いますかね、このカメラのね将来。僕はね、もう10年以内にねスマートフォンにもしかしたら駆逐されるのかなって気もしてきました。それぐらいスマートフォンのねカメラがね伸びてきてます、性能がね。で、そうなったら嫌ですしね。まあ僕の推しはフィルムカメラなんですけど、その理由はね、まあ、以前から言ってるように、デジタルカメラのデータ残りにくいと。で、以前の動画でそのフィルム写真はね、もっと推奨すべきで、フィルム写真をカメラをガンガン押していくべきだということも言いましたけど、現状ではそれはちょっと難しいんで、カメラが生き残っていく道っていうのは、ね、カメラメーカーの人ね、もうちょっとねこれ早く考えていかないとやばいよって言って、カメラはね日本の産業のね一つ過剰の一つなんで、ちょっと衰退してもらっていっては困りますんで、カメラ好きとしても困りますし、その日本人としても困ります。そんなわけでちょっとカメラメーカーちょっと頑張ってほしいなと思う次第です。
はい、今日の動画はここまでなんですけども、今週もしかしたらねもう一本動画上げるかもしれないです。時間があればね、なぜかというと、私プロドライバーでその高速道路を毎日ね700キロも800キロも移動しているわけなんですけど、まあ、お盆休みが近づいてきまして、ものすごい毎日多数のね事故渋滞が発生しています。で大半がねやはりね一般車の、 その乗用車が絡む事故なんですけど、運転がもうむちゃくちゃなんでね、とにかくね、まあこれ今に始まったことじゃないんですけどね、その高速道路とかそのね長距離移動とかで生き残る方法みたいなねをそのプロの視点からね動画にできればなと思って、でもしねいい動画になれば皆さんにシェアしてもらえば、一件でもね事故を減らせるかなと、まあそう考えた感じです。今日の動画は以上になります。ちょっとね結構くたびれてるんですけども、まあ次の動画、まあそんな感じで、その次の動画は何にしようかな、もうねネタがありすぎて、いっぺんに10本ぐらい作りたいぐらいなんですけど時間もないし、オリンパス L10 スーパーにするか、ヤシカハーフ17にするか、もうね現像が上がってきてるカメラが大量、フジカドライブも上がってきてるし、もう大量に上がってきてるんでカメラの紹介もしきれないっていうぐらいなってきてますけども、まあそんな感じでいこうと思います。じゃあ次の動画まで、お待ちくださいませ。もしかしたら次の動画はねカメラ関係ないかもしれないんですけど、まあ、車運転しない人とかね遠くに行かないって人は関係ない動画になっていくかもしれないですけど、まあそんな感じです。よろしくお願いします。それではまた頑張ってまた走ります。あと600キロぐらい走ります。それでは。